ちょちょめっちゃ追っかけてくんだけどめっちゃ追っかけてごめん俺たちやめてくださいやめてくださいやめてくださいちょ俺は食いもんじゃねえんだよ。ジョニーさんあなたの中堅ラッシュです。というわけで久しぶりに最強マップ伝説やっていきたいと思います。いや久しぶりやなこれ。早速始めていこうぜ。さあそろそろねローマが終わってほら奈良時代ここにね行けると思うんですけれども まだちょっとローマが続くから早速やっていきましょう。おっとなんだこれ、おお濃いパラダイスやなんやこれ、フィッシュほらフィッシュ食いまくりじゃい。なるほどなるほど、これは吸引力をね試されてますね。あこのね吸、おっとなんでライオンがいるの、なんでライオンがいるの、ライオンは魚を食べないじゃないですか。いや食べるかな、あげれば食べるかもしれない。あこれは完全にねモップの吸引力試されてますよこれね。吸引力の変わらないただ一つの最強モップですからね。よし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 、さあこれおよくねこの作戦よくねこの作戦、ほらね全然こう効率的に全てのねコイをね食べていけるという、これ綺麗に、おっしゃライオンまだ来た、あぶねあぶね、おっしゃあいつらに負けねえぞあいつら、おっともうライオンいけるライオンいける、パクリンチョーケー、よっしゃいいねいいね、おいしょしライオンパクリンチョー、いいですね、おいくつや、あ早い、ちょっと待って喋る前にクリアしちまったぞ、おいどういうことだよ。さあ次の面いきましょう。次の面はおっとなんか出てきました、なんかを守れって書いてあるね。なんとかの前に、十分にでかくなって彼らを食べてでかくなってなんかを守れ、何を守るの、おっとーいきなりバリスタが出てきたぞ、なんだこれ、おローマ兵士を食べるってこと、この兵士を食べてどうするの、何を守るの、何を守れなんだよこれ、わかんねえじゃねえかこれ、おい日本語書いてくれ日本語書いてくれ、おっしゃとりあえず人間食いまくるぞ、おらー食いまくれ、この戦線を維持しろってことかな、あーなんか壊れたバリスタ、あそういうことか、あいこいつらを向こう側に行かしちゃダメってことみたいだね。よしよしわかった、戦線の維持は俺に任せろ、よっしゃ行くぜ、おらーローマ人食いまくるぜ、ここから先は行かせねえぞ、モップ舐めんなよ、おらー綺麗に掃除しちゃったんだこれ、ちょっと待てちょっと待て、おいちょっと待て、おらーここは行かせねえ行かせねえ、おら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 、待て、そっちがそっちがそっちが、おーしゃしゃ行かせねえぞ、おーちょっと待て、おーちょっと気づきだけど、ここから先は絶対に行かせません、この吸引力で、おっしゃ吸収しやっかんなこの野郎、ちょっと待ってろこの野郎、おいちょっと待ちやがれー、この兵士とも、ちょっと待て、おらー食ってるぜー、さ今気がついたんだけどさ、今ねだいたい 2.5 メートル 2.6 メートルぐらいなんだけどさ、それに対してこの人間ちっちゃすぎじゃねこれもしかして小人、あクリアした見てくれこれ、今兵士416人も食ったぞすごくねこれ、よし次の目行きましょう、そろそろかな、どうでしょう、あこれは総集編の感じがしますね、あよしよしよし、これはね豆レーズンを食って、美味しく育っていきながらねサクサクいきたいと思います。さあ早速大きくなりましたよ。さあレーズンの次は何でございますかね、ガンガンいきましょう、ここはねガンガンサクサクね、長いからこの麺、おーしよしよしよし、食って食って、美味しい、これほんとこの豆美味しそうだよね、うーんオリーブとか、よし、あ牡蠣が食べれるようになりました、皆さん牡蠣のね生食には気をつけてくださいね、うーん突然のね死を迎えますよ、あそれ違うゲームださあどんどんテーブルの上のねものを食べていきましょう、美味しいでございます、おいしいパクリンチョパクリンチョ、オッケー、まだかまだ魚は食べれねえのか、おー食べれねえな、どうしよういけるいける、おいしゃ魚食ったオッケーオッケー、この丸いやつは何、丸いやつは何なんだろうね、おーっと床に行きました、はい皆さんダイソンが通り、あー怖い、やめてください、ごめんなさい、兵士が追っかけてくる、ごめんなさい、違います、皆さんのために床をね掃除しているだけです、僕は、おー食える兵士食える、おら食ってやる、パクオッケー、もう怖いもんなんもねえぞ、おっしゃーどんどん食ってくぜ、人間も食ってくぜ、おらいいね、これ美味しいね、おっしゃーいい感じでございますよ、さあゾウもね食べれるようになりました、パクリンチョーとおっと大きくない、おおいきなりバリスタ飛んできた、おおやめてください、街中にバリスタを置く、危ない痛いからねえ、もう街中にバリスタを置くのやめてください、危険だからね、通りすがりの人間とかに刺さってますよ、めっちゃ、おお怖い、おい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 また来た、おお怖えなこれ、おい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 やめろよこんな危険なもん街中に置い
ちゃいけませんよ本当に。通行人がね、あの死んでますよ何も。おお怖えな、怖え怖え怖え。よしよし、ガンガン食っていきましょう、ガンガンいきましょうね、ガンガンいくよ。あ、そろそろバリスタも食えるよなと。おっとでかくなりました。オッケー、バリスタいっぱいあんな。どんだけ置いてんだよ街中に。危ねえっつーの。おーしょ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 、ゾウ食え、ゾウ食え。オッケーオッケーオッケー。これね、街も食ってくパティーンのやつはね、よし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 、このままね街の大きさまでさっくりいっちゃいましょうや。さあ来たぞ、ほら気持ちいいタイム来た。ほら全部食ってやるぜ。おっとあれは伝説のコロッセオじゃないですか。ほらほら端っこの方からねもう綺麗にしてきますから。ほらね、いいでしょこれ。学校で習ったでしょみんな、こうやってこういう風に吐くんだよっつってね。おっしゃおっしゃおっしゃ、おい綺麗に、おっしゃ食べ残し食べ残し、おっしゃいいねいいねこれ。綺麗に嫌っていきます、街が綺麗に。さあそろそろじゃないですか、まだかな、まだかな、もうちょいかもうちょいか。おいしょいしょいしょ、こうやってねローマの街は滅びていったんだね。まあいつかね、どんなに栄えていても文明は滅びてしまいますから、悲しい運命でございます。よし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 、さあ綺麗にしょ。まだでかくなるか、まだでかくなるか。おっしゃ気持ちいい、バクニチョンバク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 。おっしゃ来た、あークリアしたぜ。おっとアニメーションが出てきましたが、ちょっと難しい言葉がいっぱいで、ヒックプーフだけはラッシーさんでも分かります。というわけでついにこれで奈良時代に行くんじゃないですか。さあ早速行ってみましょう、奈良時代。おっしゃ来た、おなんだこの白いの、ライス、違う、出たこれ外人の日本館ね。あライスの米はこんなに長くないんだよ、それはタイ米だよみんな。サンフランシスコ米かタイ米かどっちかだよこれ。おい間違ってんぞ。日本の米は長くねえぞこの野郎。日本米なめんな。いいねこれ、超うまい超うまい。おいしょ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 、いいですね。さあこの赤いやつは何ですか、桜、桜は地面に咲いてねえんだぞ。桜は地面に咲くんじゃなくて木に咲くんだぞ。すごいなこのデザイン感、半端ないなこれ。外人さんの日本感だね完全にね。おっしゃーこれ食えるようになった。花びらですかね、お花びら。おっしゃ、おっと手裏剣が落ちてる、地面に手裏剣は落ちてないよ。さすがの日本でも地面にね手裏剣はまだ落ちてないと思うな。江戸時代でも落ちてなかったと思いますよ。なんつってもこれ手裏剣は暗記ですからね、そんな簡単に地面にはね落とさないですから。はい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 、おいしい、おっと花も食えるようになりましたよ。あー手裏剣来る、手裏剣おっしゃバカ、おっしゃ石もいける、おっしゃ手裏剣うまい、手裏剣うまいよ。おいいねいいね、おっしゃおっしゃおっしゃ、ちゅうかこれどこなの、なんでこんな地面の上にさ 花とか剣と、おお刀もある、手裏剣もある、なんやこれ。おっと魚も落ちた、これはなんだ、にわか、そして仏像が落ちているというね謎の設定、これ謎の日本館、素晴らしい素晴らしいです。さあ刀、お刀食える、刀食いて、刀食べよう、刀、おっしゃ刀いくぜ。おこっちにも落ちてんな、いっぱいあるぞ刀、よし行くぞパクリック、おっしゃ、おー食える食える、いっぱい食えるぞ刀、おしよしよし、おっと侍来た、ちょ早い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 、ちょめっちゃ追っかけてくんだけど、めっちゃ来る、ごめん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 、違うんです、武士の魂を食べたのは、食べたんじゃないです、これ掃除してるんです、掃除してるのパイセンのために。おおしよしよし、引っかかった引っかかった、危ない危ない危ない、今のうちに食おう今のうちに、おおうわこいつらしつけ、うわー物質へ物質へ物質へ、ごめん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 、おー怖い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 、何なのこれ何なのこれ、おー武士超強い、あのローマのローマとかで火じゃないくらい追っかけてくる、おーしゃくれした、おい危なかった、武士怖え。さあ次の面はどんな、おっとまたライスが地面にいっぱい落ちてますね。さあこのライスを食いまくってくださいということですが、これどういうこと、えこれを食べていけば、なんか、え、なんか、え、な、ライスしかないね。ライスしかない。え、これどういうこと？どういうことだ？どういうことなんだ？誰か説明、おっとマウスパイセンが来ましたよ。ねえ、間違ってもミッピーマウスじゃないですからね、これは。危ないですね。おー、ちょ、おーいっぱいおるじゃないか、ネズミ。ネズミいっぱいいるな。ちょ、ごめんごめんごめん。おー、しょ。逃げて。あれ？米なくなったんだけど。どうすればいいの、これ。え？あ、まだあった、まだあった。よかったよかった。あぶね、あぶね、あぶね。おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ。これをね、食っていけばいいんですね。はい。マウスパイセン、ごめんなさい、ごめんなさいね。はい。違うんですよ、違うんですよ。パイセンのね、通り道を掃除していただけなんですって。それよりライスどこにあるんですか？ないっすね。ない、あ死んだ、嘘、そういう感じ、え
そうか、やつらより先に食べていかなきゃいけないんだな。よしよしよし、これは綺麗に食べていかないとダメだ。よし、急げ急げ急げ、急いで食べよう、急いで食べましょう。お、危ない危ない危ない。おーしよし、早く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 、あいつらが食う前にこっちが先にね食っていかないとダメだから、これ。おーしよしよしよし、食べます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 、食べ残しはダメです、食べ残しダメです。あー、お残しはいけまへんね。おーしよ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 し、うまい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 、パクリンチョ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 、おーしよ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 し、うまいな米、やっぱ米だな。ちょ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 、食べないでくださいよネズミパイセン。ちょ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 、おー早いなこいつら食うの。おーちょ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 、おい、俺もうない、嘘、マジか、この麺むずい、いやむずいぞこれ。あー死んだー。いや、あのあと何回もトライしてるんだけどね、このネズミパイセンたち。ちょ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 、パイセンたち、パイセンたち、やめてくださいやめてくださいやめてください。ちょ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 、俺は食いもんじゃねえんだよ、こっち来んだよ、とまだ残ってた。わちょ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 、ね、何回もやり直してんだけどね、全然クリアできないわこの面。やばい、詰まった、ついについに詰まりました、死んだー。はい、というわけでね、今日はこの辺にしましょうか。いや、この面むずいわ、クリアできねえ。いや、激ムズなんだけど、ぜひね、次回はクリアしていきたいと思いますので、また見てくださいね。というわけで今日はこの辺で、また見てね、バイバーイ。